ジェミニ計画、ジェミニ計画、ジェミニ計画は、アメリカ合衆国航空宇宙局、NASA の2度目の有人宇宙飛行計画である。1961年から1966年に、かけ、マーキュリー計画とアポロ計画の間に行われた。ジェミニ宇宙船はアニメの宇宙飛行士を宇宙に送る、能力があり、1965年から1966年までの、 間20名の宇宙飛行士が地球周回底軌道を飛行した。この計画により、アメリカは東西冷戦時代にソビエト連邦との間で繰り広げられた宇宙開発競争において優位に立つこととなった。ジェミニの目標は、アポロ計画で必須となる月面着陸のための技術を開発することで、月に行って帰ってくるまでに必要とされる期間の宇宙滞在を達成し、 宇宙遊泳によって宇宙船の外に出て活動を行いランデブーとドッキングの実行をする際に必要となる軌道操作の技術を切り開いた。これらの新技術が検証されたことによりアポロ計画では基本試験を行うことなく月飛行という本来の目的を遂行することができた。宇宙船はすべてフロリダ州のケープカナベラル空軍基地19番発射施設から打ち上げられた。 発射機には大陸間弾道ミサイルを改良したタイタン2型ロケットが使用された。また、ヒューストンのジョンソン宇宙センターに新たに建設されたミッションコントロールセンターが飛行管制に使用されたのもこの計画が初めてであった。計画を支えた飛行士にはマーキュリー7と呼ばれるアメリカ最初の宇宙飛行士に加えグループ2と呼ばれる。 第二次選抜隊及び1963年に任命されたグループ3と呼ばれる第三次選抜隊が含まれていた。計画期間中にジェミニ9号で登場予定だった飛行士を含む3名が訓練中の航空機事故により死亡している。9号は結局予備搭乗員によって遂行されたが、これは今日に至るまで NASA の歴史において唯一の事例であった。 ジェミニ宇宙船は、性能が優れていたため、空軍は、有人機動実験室、マンドオービタルラボラトリー、モルに使用することを検討していたが、モル計画は後に中止された。ジェミニの主任設計官ジムシャンベルリン、ジムチェンバレンは、地球と月の間の宇宙空間を飛行し月面に着陸する詳細な計画を1961年の終わりに立案していた。 彼は、ジェミニはアポロよりも早く、しかも安いコストで、月面着陸を実行できると信じていたが、NASA の上層部はこの案を採用しなかった。1969年、マクドネルダ・ダグラス社は、ジェミニを改良したビッグ、ジェミニという宇宙船を提案した。ビッグ・ジェミニは、アポロ応用計画、アパロアプラケーションスプロジェクト、アップで使用される宇宙ステーションに一度で、 最大12名までの飛行士を送り込むことができるはずだったが、アップで実現されたのは実存するアポロ宇宙船を使用するスカイラブ計画のみだったため、ビッグジェミニが実行されることはなかった。1961年5月25日、人間を月面に着陸させるという現行のアポロ計画が、ジョン・ F ・ケネディ、ジョン・フィッツ・ジェラルド・ケネディ大統領によって認可された後、 NASA の職員たちにはアポロを成立させるための特定の飛行技術を開発するにはマーキュリーに継続する何らかの計画が必要になることが明らかになった。特にアメリカの有人宇宙飛行計画を推進するスペースタスクグループ、スペースタスクグループの主任技術者であったジムシャンベルリンはすでに1961年2月の段階で マーキュリーとアポロの橋渡しをする計画を開始することを命じられていた。同年3月、シャンベルリンはワロップス島にある NASA の秘密施設でジェミニ計画に関する2種類の初期案を提出した。7月にはセントルイスのマクドネル社でジェミニ宇宙船の原型となるマーキュリーマーク E 宇宙船の縮尺模型が公開された。12月7日、NASA はジェミニ計画を承認し、 同月22日には、マクドネル社が宇宙船製造の主契約企業に指定された。1962年1月3日に計画が公表された際、改めて名称は、ジェミニ計画と命名された。ジェミニは、ラテン語で、双子あるいは、二人を意味し、宇宙船が飛行士2名を登場させることを反映している。ジェミニは、また王道隊の、 第三星座である双子座の中の二重星、カストル、カストルとポルックス、ポルックスの名称でもある。計画の主目的は以下の通りである。人員2名を登場させる、ジェミニ宇宙船の設計は、カナダ人のジム・シャンベルリンが言った。シャンベルリンは、ジェミニ計画に参加する以前は、アブロカナダ社のアブロカナダ CF-105、溶撃機計画における、 主任空気力学者であった。彼がアブロ社の25人の部下の技術者と共に NASA に参加したのは CF-105 計画が中止になった後のことでスペースタスクグループにおけるジェミニ計画の技術部門の責任者に任命された。また元受け企業はマクドネルやクラフト社であり同社はマーキュリー計画の宇宙船の製造も担当していた。 ジェミニ宇宙船の開発と設計に深く関わっていたのは宇宙飛行士のガスグリソム、ガスグリッサムで、他の飛行士たちはジェミニ宇宙船にガスモバイル、ガスモーブル、ガスの自動車の意図あだ名をつけていた。死後の1968年に出版された辞書、ジェミニ。によれば、グリソムが来たるべき、ジェミニ計画に心血を注いだのは、マーキュリー計画が終わりに近づき、 同計画で自身が再び登場できる可能性がなくなったことに気づいたからであった。ジェミニ計画を管理していたのはテキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで、同所はまたワシントン DC に本部を持つ NASA の有人宇宙飛行局の指示を受けていた。計画の代行取締役は NASA の有人宇宙飛行の準監督者ジョージ・ミューラー、ジョージ・ E ・ミューラー博士が務めていた。 有人宇宙飛行の任務遂行本部の副指揮官であるウィリアム・シュナイダー、ウィリアム・シー・シュネデールは、ジェミニ6号の開始からすべての飛行の指揮官を担当した。マクドネル社の技術者デュエンター・ウェンツ、グンター・ウェントは、マーキュリーとジェミニの両方で発射準備を監督し、アポロで飛行士を打ち上げる際にも同じ任務を担当することになっていた。 彼のチームは発射直前に発射台周辺を封鎖する作業も担当した。飛行士が宇宙船のハッチを閉じる前に見る最後の人間はウェンツであった。飛行士らは宇宙船のコンディションについて彼が絶対的な権限を持ちすべての責任を持つことを望み、また彼と気さくで良好な人間関係を築いた。1961年、NASA は 宇宙船製造の元受け企業に、マーキュリー宇宙船の元受けだった、マクドネルやクラフト社を指名した。第1号機は1963年に納入された。全長は5.61メートル、直径は3メートルで、重量は3200キログラムから3791キログラムまでと、飛行によって異なった。ジェミニの司令船、機関区画とも呼ばれるは、基本的には、 マーキュリー宇宙船の拡大版であった。マーキュリーと違い、逆噴射ロケット、電源、推進装置、酸素、水などは指令船の後部に取り付けられている接続区画に搭載されていた。ジェミニにおける設計の主な改良点は、宇宙船のすべての内部システムを危機区画に搭載したことで、これによりすでに試験された機器を取り去ったり妨げたりすることなく、 独立して検査できるようになったことであった。船内の機器の多くは点検用のドアを開ければ手が届くところに配置されていた。マーキュリーと違いジェミニは回路に真空管を一切使用せずすべて半導体素子を用いていた。またそのモジュール、区画は非常に修理しやすくなるよう設計されていた。脱出装置には マーキュリーのような固体燃料ロケットで射出する、等型の緊急脱出用ロケットは使用せず、代わりに航空機などで採用されている射出座席を用いていた。等型の装置は重く構造が複雑であり、またタイタン E の自然発火性の推進剤は接触すれば、直ちに燃焼してしまうため、NASA の技術者は、等は不必要であると推測した。 アトラスやサターンのような極低温の燃料を使用するロケットに比較するとタイタン E は爆発した際の爆風の影響は小さく故障したロケットから飛行士を退避させるには射出座席で十分だった射出座席が使用できない高高度では宇宙船そのものを切り離し飛行士は船内に留まったまま脱出することになっていた射出座席使用の主な支持者は NASA のスペースタスクグループ技術部長のシャンベルリンだった。彼はマーキュリーの脱出等をずっと好まず、重量を削減できるもっと簡素な大対策を用いることを望んでいた。シャンベルリンはアトラスやタイタン E ミサイルの発射が失敗した際の様々な映像を検証し、機体の爆発で発生する火球のおおよその大きさを計測した。その結果、タイタン E の爆発で生じる火球は、 十分に小さいため、宇宙船からの脱出は、射出座席だけで十分であると判断した。一方で、マーキュリーの脱出装置の設計者だったマキシム・ファジェット、マキシーム・ファゴットは、この装置には決して乗り気ではなかった。射出座席は飛行士に、深刻な損傷を負わせる可能性がある上に、ロケットが音速を超えると脱出不可能になってしまうため、 座席を使用できる時間は発射後40秒以内に限られていた。彼はまた、ロケットが上昇している最中に危害に放出されると、飛行士が排気ガスの中に巻き込まれてしまうことを懸念し、最も良いのは脱出装置を使うような事態に陥らせないようにすることだと述べた。ジェミニは飛行操縦の管理と制御を容易にするためのコンピューターを搭載した初の有人宇宙船だった。 またマーキュリーにはなかった通常の航空機で使用されているようなフライトレーダーや姿勢指示機も採用していた。当初、ジェミニはハンググライダーのようなロガロ翼を使い海面ではなく地上に着陸することを目指していた。この場合飛行士は航空機のように頭部を上にした姿勢で着座して機体を操縦することになった。これを可能にするためにロガロ翼は 機体の先端部ではなく、バランスを取るために、後部の熱保護板の近くに取り付けられた。また機体と翼を結ぶワイヤーは2つの座席のハッチの間に設けられ、金属の板で覆われていた。これらの案は、最終的には却下され、マーキュリーと同様にパラシュートで海に着水することになった。機体はパラシュートから水平に近い角度で吊り下げられるため、 着水の際は、底部の塩水の円の部分から水面を切るようにして、受水した。これによって衝撃が緩和されたため、マーキュリーで使用されたようなエアバッグは、不要になった。接続区画は、順に逆噴射区画と、機器区画に分かれていた。逆噴射区画には、4機の固体燃料、ロケットエンジンが設置されていた。それぞれはたまに、ノズルがついた形をしており、 針に取り付けられていた。針は2本あり、機体の中心で十字型に交差していた。帰還の際には1機ずつ順に点火されるが、ロケットが上昇している最中に何らかの異常が発生した場合は4機同時に点火され、宇宙船をロケットから切り離すことになっていた。ジェミニには、機動姿勢制御システムが搭載されていた。このシステムは16機の噴射から構成されており、 マーキュリーと同様に大ピッチロールの姿勢制御をすると、共に直行するすべての三軸、前進、後退、左移動、右移動、上昇、下降への平行移動の制御を可能にした。平行移動の能力を得たことにより、他の衛星とのランデブーやアジェナ標的機器とのドッキングの際に必要になる軌道傾斜角や高度の変更が可能になった。また、 アジナ衛星のロケットエンジンを使用することにより、さらに大きな軌道変更ができるようになった。電力は初期の短期間の飛行では通常の電池から供給されたが、後期の長期間の飛行では有人宇宙船としては初めて燃料電池が使用された。ジェミニの後期の飛行はアポロの飛行が開始されるほんの1年ほど前に行われたため、 いくつかの点においてはアポロよりも優れていた。機体の設計に関しては、どんな小さな部分も、グリソム飛行士の影響で、ジェット戦闘機のような特徴を取り入れていたため、パイロットのための宇宙船として知られるようになった。また、アメリカの有人宇宙飛行計画が、長期間の飛行、ランデブー、船外活動の能力において明らかに、ソ連を凌駕し始めたのは、この時期であった。この間、 ソ連は人間を月に送ることを目指して、ソユーズ宇宙船を開発していたが、政治的あるいは技術的な問題が立ちはだかったことにより、有人月飛行計画は最終的に放棄された。タイタン E は、アトラスに代わる空軍の第二世代の大陸間、弾道ミサイル、インターコンチネンタルバリスティックミサイル、ICBM として、1962年に開発された。 燃料と酸化剤には、アトラスでは液体酸素とケロシンが使用されていたが、タイタンでは4酸化日素とヒドラジンが採用された。これは混ぜ合わせただけで発火するという性質を持っているため、点火装置などの部品が不要になり、構造を簡素化することができた。また長期間の保管が可能になり、発射の手順も簡略化できた。唯一の弱点は、 極めて毒性が強いということであった。一方で初期のタイタンはポゴ振動が発生するという人間を乗せて打ち上げるには深刻な問題を抱えていた。ジェミニを打ち上げたタイタンには ASC-15 という独自の独立した誘導コンピューターが搭載されていた。ジェミニ誘導コンピューターは重量が 26.7kg でサターンロケットに搭載されていた。 サターン発射機デジタルコンピューターと極めて似ているものだった。16名の飛行士が10の飛行に登場した。ジェミニュ計画における飛行士の選抜について最大の権限を持っていたのは飛行士管理部長のドナルド・スレートンだった。それぞれの飛行に本登場員と予備登場員を割り当て、予備登場員はその3つ後の飛行で本登場員になるという原則は、 ジェミニー校に確立した。スレートンは、また最初の飛行任務を、マーキュリーセブンで残っている4人の現役の飛行士、シェパード、グリソム、クーパー、シラーに与えるつもりだった。7人のうちジョングレンは1964年1月に NASA を退役していた。またマーキュリーアトラス7号で、帰還の際に問題を発生させ、NASA の一部の上層部から避難されていたスコット・カー・ペンターは、 海軍の海底居住実験シーラブに参加するために休職中で1964年7月にオートバイ事故による怪我で任務を解かれた。スレートン自身は心臓疾患が原因で地上任務についていた。1963年の後半、スレートンはまず、シェパードとスタッフ,フォードを、ジェミニ3号の、マクディビットとホワイトを4号の、シラーとヤングを5号。 アジェナとの初のランデビューに成功することになるの、飛行士に任命した。3号の予備搭乗員は、グリソムと、ボーマンで、彼らは、初の長期宇宙滞在を目指す6号で飛行することになっていた。最後にコンラットトラベルが4号の予備搭乗員に、任命された。だが、アジェナ標的衛星の開発の遅れにより、飛行士のローテーションに1回目の修正が必要となった。まず、 シラーとヤングが3号のシェパードとスタッフフォードの予備搭乗員になり同時に6号の飛行士に任命された。またグリソムとボーマンは5号で長期宇宙滞在をすることになった。二度目の修正はシェパードが内耳の疾患であるメニエール病を患ったことにより生じた。まずグリソムが3号の船長に異動になった。またスレートンはグリソムには性格的に ヤングの方が相性が良いと感じていたので、スタッフォードとヤングを入れ替えた。さらに、クーパーを長期滞在をする5号の船長にした。また性格的な相性の理由から、4号の予備、搭乗員の船長だったコンラットを5号の飛行士に、ボーマンを4号の予備船長に移動した。最後に彼は、アームストロングとエリオットシーを5号の予備搭乗員に任命した。度目の修正は、 スレートンガシーは体力的にジェミニ8号の船外活動をやりこなせないと感じたことにより行われた。彼は C を9号の本搭乗員の船長にし、スコットを8号の飛行士に、バセットを9号の飛行士にした。4回目にして最後となる修正は C とバセットが訓練機の墜落事故で死亡したことにより行われた。両名がする T-38 は セントルイスのマクドネル社の建物に激突した。くしくもそこでは彼らが登場することになる9号の宇宙船が製造中であった。予備登場員だったスタッフ,フォードとサーナンが新たに9英号と名付けられた飛行の本登場員となり、10号の予備登場員だったラベルとオルドリンが9号の予備登場員になった。これにより、ラベルとオルドリンには12号の本登場員になる道が開けた。 アポロ1号の火災事故でガスグリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャーフィーの3飛行士が死亡したことにより、この最終調整はアポロ計画における最初の7名の飛行士の選抜に影響を与えることになった。それはまた、この7名のうち誰が最初に月面に降り立つのかということを意味していた。1964年から1965年にかけ、 宇宙船システムと熱射兵板のテストのために2機の無人機が打ち上げられ、その後1965年から1966年にかけ10回の有人飛行が行われた。発射にはすべてタイタン E ロケットが使用された。ジェミニ計画における重要点は以下の通りである。軌道上でランデブーを行うのは簡単な操作ではない。ある宇宙船が 先行する他の宇宙船に追いつこうとしたとする。この場合単純に速度を上げたら、高度が上昇して、地球を周回する速度が減少するため、結果的には逆に距離が離れてしまうことになる。正しい手順は、まず減速することである。すると低い軌道に移行して、宇宙船の速度が増すため、滝に先行する。その後再び加速すれば、目標の衛星と同じ軌道に乗ることができる。 これらの手順を飛行士に訓練させるため特殊なシミュレーターが作られた。NASA は空軍のタイタンミサイルをジェミニの発射機タイタン EGLV として採用した。同様にマーキュリー計画においては空軍のアトラスミサイルが発射機に採用されていた。ジェミニ発射機には空軍の製造番号が割り振られていて、その番号は機体の4箇所、第1弾及び 第2弾の前面と後面に表示されていた。発射場の19番発射施設の維持管理は空軍のスタッフが担当し、同時にすべての発射機の準備及び発射の進行も彼らが言った。タイタンを運営したことで得られたデータや経験は空軍となさ双方にとって有益なものであった。空軍が割り当てたジェミニ発射機の製造番号は蒸気の 飛行リストの表に書かれている通りである。九百六十二年に十五機のタイタン E が発注されたため、番号は六十二から十二 x x x となるはずだったが、実際には十二 x x x とだけ表示されていた。十五機のうち最後の三機は九百六十四年七月三十日に発注がキャンセルされ製造されなかったが、g l v 十三には 12,568GLV-14 には 12,569GLV-15 には12,570の番号が与えられていた。1969年1月に NASA が議会に提出するために準備したマーキュリー・ジェミニ及びアポロ初の月面着陸を行うにかかる経費の見積もりによれば、 ジェミニ計画の経費は12億8340万ドルで、その内訳は、宇宙船に7億9740万ドル、発射機に4億980万ドル、その他が7620万ドルであった。またオンラインマガジンのスペースレビュー、ザ・スペースレビューが2010年に行った試算によれば、1962年から1967年に、 かけてのジェミニ計画の経費を1967年のインフレ率で換算すると13億ドルで2010年の貨幣価値では73億ドルに相当するとのことであった。またそれぞれの発射にかかった経費も2010年現在で7億2300万ドルに相当した。マーキュリー及びジェミニ宇宙船の元受けだったマクドネル社はアポロ宇宙船の入札にも参加していたが ノースアメリカン社に敗れていた。マクドネル社は後に、派生的な応用計画を提案することで、ジェミニ計画を拡張することを模索した。その提案によれば、宇宙船は地球から遠く離れた宇宙空間を飛行することができ、またアポロよりも早く安いコストで、有人月面着陸を達成することさえできたが、それらの提案はなさに尻けられた。この一連の応用計画は、 発展型ジェミニ計画とみなされ、その中には軍事的飛行や宇宙ステーションへの人員や物資の輸送、さらには月飛行などが含まれていた。月飛行の提案にはアジェナ標的衛星のために開発されたドッキング装置を宇宙船を月に送り込むことができるセントールのようなより強力な上段ドケットに乗せて再使用することからジェミニを改造した宇宙船で 月面着陸を可能にさせることまで含まれていた。この応用計画は、アポロより前に有人月周回飛行を達成し、アポロ宇宙船が危機に陥った際に飛行士を救出したり、緊急避難場所を提供することなども含み、さらには、アポロ計画そのものにとって変わるものにさえなるはずであった。発展型ジェミニの提案の中には、当初の設計から変わっていない。 在庫品の宇宙船を使用することも含まれていたが、一方で、その他のものは、より多くの飛行士が登場でき、宇宙ステーションとドッキングし、月を訪れ、その他の飛行計画を実行することができる、改造型であることを特徴としていた。また検討された、改造の中には、宇宙船に航空機のような翼をつけたり、パラセールを搭載するなどして、 水平着陸を可能にさせるものなどもあった。ビッグジェミニ、またはビッグ G は1969年8月にマクドネル社によってなされたもう一つの提案である。これは宇宙船により多くの搭載能力を持たせ、究極的にはアポロや後のスペースシャトルで行われたような宇宙への全目的的な飛行を可能にすることを意図していた。この研究は 軌道上の宇宙ステーションに再補給をするために使用されることになるジェミニに由来する輸送用宇宙船の定義を予備的に設定するために行われた。その設計においてはあらかじめ選定された地上の特定の場所に着陸できる能力、機能の刷新及び機器の再使用などが要求された。宇宙船には2つの基本線が設定された。1つは最小限の改造。 ミニマムモディフィケーションを施し乗員9名を登場させるジェミニ B 案でミンモットビッグ G と呼ばれた。もう一つは外形は同じだが新しい最先端のシステムを搭載し乗員12名を登場させるアドバンストビッグ G、発展型ビッグ G と呼ばれるより高度な発想のものであった。これらの宇宙船の発射機としてはサターン IB、タイタン5、 サターン INT-20 などが検討された。空軍は、ジェミニのシステムに関心を示し、その改造型の宇宙船を有人機動実験室、モルの搭乗機として使用することを決定した。この目的を達成するため、ジェミニ2号の宇宙船が改装され、モルの実物大模型の上に乗せられたタイタンファイク、ロケットで打ち上げられたが、同一の宇宙船が二度宇宙に行ったのは、これが、 最初の例であった。また空軍は、ジェミニ宇宙船を地上の特殊な偵察用カメラを搭載しない概略的な監視を行ったり、不審な衛星へのランデブーを実行したりするような軍事的応用のために採用する考えを持っていた。この計画はブルー、ジェミニと呼ばれた。空軍は宇宙船が海軍に回収されることになるという事実を好まなかったため、 ブルージェミニには最終的に本来の設計にあったような翼を持たせ、3本のソリを使って地上に着陸させることを意図していた。当初、NASA の内部には経費を空軍と負担し合うことを歓迎する者もいたが、後には NASA 自身で計画を進めた方がうまくいくことになるということで合意が形成された。ブルージェミニ計画は1963年に、 国防長官のロバート・マクナマラによって廃止された。彼は必要な軍事的実験は NASA のジェミニ計画によって実行できると決定した。またモル計画は1969年に国防長官メルビン・レイヤード、メルビン・レイヤードによって廃止された。彼は無人の偵察衛星が同じ機能をより安い費用で行えると決断した。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。